こんばんは。誕生日とまだ誕生日じゃないよ。まだ誕生日ではないですよ。ちゃんと日付超えてから祝ってください。今犬がクンクンクンって犬が鳴いてる。ガサガサしてる気がする。実家です。そう。犬の声で分かった。そう。あ、これ洗面台。洗面台です。はい、実家です。洗面所です。そう。実家ですよん。前乗りですね。そうです。そう、明日はインテックス大阪です。来てくれる人いるかな？もうすぐ同い年になるね。あら。ってことは同い年なの？同い年なんだ。初めて知った。1時ぐらいまで配信します。しないですよ。本当にすぐ終わります。別に明日5時とかに起きないといけない。明日5時とかに起きないといけないから、終わってお風呂入ってちょっと1時過ぎるでしょ。そしたら寝る時間が少なくなっちゃうから、うんうん、髪の毛切ったってか整えました。染めたし、あと何分、あと何分。今の知恵逆転してない？逆転してない。でも実家にいると花粉とさ、犬アレルギーでさ、大変。もうそう、あんこキュルンキュルン言ってるワンちゃん。もうすぐ？全然わかんない。時計がないから何分かわかんないです。だからみんなのあれで決まる。ママが店に来た。それを見せられてもさ、秒数わからんし。あ、消えたよ。1分切ったって。うん、わかるよ。あと15秒ぐらいやって。あ、はい、やっと24歳。せーの、ハッピーバース。何歌ってよ、ハッピーバースデーって。ハッピーバースデー to me。ハッピーバースデー to you。なんか来た。なんか怪物来た。いいじゃん。なんか怪物来た。怪物来た、怪物。ありがとう。私の抱負。やっぱりドラゴンなのでね、辰年は飛躍しますわ。わー、ありがとうございます。24歳になりました。3月15日。わお、誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、タワーが立ってる。あれ、固まってるこれ、はい、あれ固まってる。以前固まってないわ。あ、待って、どこ、あれあれ、どれだ、あれ、みんないっぱい、あれ
あれ？そう、くれてるから、どこ行ったん？あ、ありがとうございましたわ。いっぱい、すごい、みんないっぱいギフト送って、うわ、すごい。わ、犬も。すごい、ハートのあれも。ありがとうございます。わ、ケーキもあるし、なんか猫ちゃん、あ、それがハートのやつか、猫ちゃんが。そう。ありがとうございます。やった。うん、ありがとうございます。嬉しい。あ、もともと犬が来た。わ、あれも来た、猫ちゃんの双子みたいなやつも。ありがとうございます。わあ、24歳。あ、クマがしがみついてるのも来たし、あ、ケーキも来た、ありがとうございます。いっぱいタワーが立ったわ、ありがたわ。24歳やって、どうする？どうする？どうしよう、24歳になっちゃった。ちょっとだいぶ遅れてない？え、嘘、うん、泉が、うん、あれ、え、どういうこと、遅れてる？嘘。やっぱりみんながいっぱい投げてくれるから、私の携帯が追いついてないんかもしれん。わあ、ありがとうございます。うん、24歳です。ありがとう。24歳になってしもうたね。あとだってさ、1、あとさ、あと2、あと1年でさ、アラサーになるんやで。何それ？え？だって、まず25歳でしょ。はぁ、くしゃみ止まらん。もうさ、アレルギーとさ、花粉がやばい。でも、ママの薬。あ、ありがとうございます。わ、いっぱいギフトありがとう。泉の携帯をついてないかもしれん。あ、やだな、ありがとうございます。もう私のお姉ちゃんはとっくに片足を突っ込み送ってるんですけどね、アラサーに。失礼すぎ。失礼なこと言われる。いきなり失礼なこと言われたんやけど。それ みんなに刺さるで。ママは何？アラ何？え？ママアラ何？まだなれへんで。アラファイブ。アラフィフ？まだなれへん。フィフティーンってない。え？まだならない。あれ？そう、おならさ、あらさの、あらねえになっちゃう。やだ、やめてくれよ。おかしい。まだ40代なのか、違いますよ。まあ、もうすぐ還暦。還暦まだまだやねん。あれ、ちょっと待って、私還暦やな、あと何歳って感じ。ママ何歳？いや、私20代だよ。ママ53歳。あ、まだ53。ママすごい。あんたな、ちょっと待って、私あなたをまだ20代で産んでるんやで。うん、な、うん。いやいや、もうあらねえって言われてる。どっちも嫌やんだけどさ。どっちもいいとかはないよ、うん、もうどっちも嫌や。でな、18日は行くの？うん、じゃあ行くや。行くの？うん、行くや。行くか。生誕祭行くか。来てくれるってさ、うふふ。姉ちゃんが何歳？29？28？
八。そうか、四つか。なんか八や。そうだよ。でしょ。プーク。みんな劇場で会いましょうやって。会いましょう。会いましょう。姉ちゃんもうそんな年なん？そうで。プーク。いや、だってその年でもう。二人とも産んでるっていう時代もしかして。ギリギリな。産んでるで。嫌やな年齢バレた。うん、生誕たった、おめでとう。いっぱいお祝いしてください。あ、猫ちゃんそう、猫ちゃんタワー、猫ちゃんのタワーとワンちゃんのタワーとか東京タワーとかあるの。そうそう、バイクな、やめときって言って、私がバイクめっちゃ好きやかしかない。そう。ママ、もう取りに。ママ、血が荒いから。やだわ。やだわ。やだわ、怖いわ。寒い。姉ちゃん言われてんだ、早く結婚せな。お、言うんじゃねえ。早く結婚しな、だ、あの、草。って書かれて。生誕無事に当選した勇気を出して生誕って生きていくわ。お待ちしてます。ひひひひひ、うん、そういうのあるで家に、うん、もらってえ持ってくるわけないやんか、重くなるねんか。もらってプープープー。お誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう。なんかでもさ、うん、将来のことってわからんくない？どういうこと？想像できひん。想像してごらん。今と全然変わってない気しかせんもん。想像してごらん、自分の未来を。みんなに腹根になってるし。せやよ、やめてよ。じゃあどっちが方がいいん、アラネーかロバネ？どっちもいい。でもさ、旗から見たらアラネーは何のことか分からへんねんね。確かに。そう、ロバはちょっと笑ってしまう。動物的な、なんかあのロバが悪いわけじゃないと思うね。なんかロバが悪いんじゃない、これは。分かる？うん、違うわよな。あ、どっちもどっちもごめんなさい。小中学校のエピソードなんか一つ。そら体育祭で、体育祭で運動会でしょ。何運動会って？組み立て体操の時さ、髪の毛が地面につくの嫌やから言うて、ものすごく切れとったもんな。行きたくなくてやろ。うん、そう、ね、うん。あの頃から女子やったん。うん。髪の毛が崩れんのが嫌やって。あの砂に髪の毛をつけるのが嫌やって。そう、それでも組み立て体操。手と膝はいい。うん。手と髪の毛とかにつくの嫌やった。服も体操服やん。あかん。髪の毛は。そう。先生がお迎えに来たぐらいやから。昔から学校が嫌いやったの。行きたくなかったの。私は。組み立て体操じゃあ組体操やで。組体操。え、組み立て体操とも言うで。え、そうなん。うん、小学校あったよ。いや、あらねえはあれやね、ピラミッドの一番上に行かされて落ちてね。落ちた。指骨折。折れた。だ
あ、タワーだ。ありがとうございます。猫ちゃんタワー。あ、わーい。うれしい。いいやん。そのピラミッドに乗れるだけいいやん。いいじゃん、なんか人数の関係上、ピラミッドの上の上に乗るこの、なんか。メンバーに選ばれへんかった。違う。ピラミッドの上に乗る子たちが上に、うん、上がるための階段役やってんから。階段うちは下じゃない。なんか組み立て体操の後ろでもう一個作っなんかちっちゃい階段みたいな上に登るあの階段。横からさねじり登っていく感じじゃなかったん？うん、なんか後ろからやったんや。後ろやろ。見せたっけ。うん、そうメインじゃないねんから。それで泣いたんやで。言うとやりたかったもん。じゃあ絶対力ないってわかんない。うん、どう根性もなさそうやったから。うん、給食のパンを、うん、食べられへん。そう、でも給食のパン食べられへんくってさ、本当に食べられへんかったですね、給食のパン。机の中に突っ込んで隠した。机の中に隠して食べたくなくて。じゃ残したらあかん先生で、怒られる先生で。じゃ今やったら残しても、今やったらいいあれやけど、昔まだ厳しかった時に給食残したらあかんくて、その時どうしても食べられへんから机の中に隠した。黒糖パンやった？うん、いろんなパンあった。そう、コッペパンもあったし、食パンみたいなのもあったし、バターロールみたいなのもあったし。え、でもなんかここの地域って揚げパンないよな。ない。食べたことない。小食な、昔小食やったよな。今もじゃ、今もまあ普通、今は普通やねんけど。めっちゃ食べたね、キヤキ肉。うん、今日焼肉食べてん。焼肉、昨日はお寿司。そう、誕生日は楽しかったエピソードくださいやって。楽しかったエピソードあんま記憶ないやろ、だって、うん、昔の記憶がないねん。一番、うん、幼くて高価なものを私はあげてるけどな。幼くて高価なもの、うん、幼い時にさ、うん、そんな高価なものもらった覚えないけど。あるよ。何？わがまま言って、うん、トランペットをカバーしたよ私に。違うよ、違うで、あれは誕生日とかじゃなかったんで。どうですかってママに勧められて買ってくれたんやんか。だからこれからクリスマスプレゼントも誕生日プレゼントもないからなって言われて。ほんまになかった？うん、ないよ。なんやろな、他の楽しいエピソードか、うん、楽しいエピソードか、楽しい。楽しい時のさ記憶って楽しい。うわって終わる。楽しいことなんだろう、あんまなんか思ってない。最近いいじゃん、楽しい最近。あれは楽しかったよな。何？最近、うん、何最近？夢の国。ああ、あの朗読劇の次の日に家族で行ったんですよ、夢の国にね。それが楽しかったって。あと楽しかったこと、え、地震大丈夫ですか皆さん。関東の方だって、関東の方の地震だって、あら、揺れてるって。本当？大丈夫？皆さん
頭を守ってください。インターネットやめよう。笑ったあかんで、真剣やねんから。お前姉ちゃんそっちに行って、横向いて喋るからさ、あ顔が見えへんやろ。なんでこんなさ対面みたいな話。そうやね、面接みたいになってる。やめてよ。すいません、よろしくお願いします。あのよろしくお願いします。はい、志望動機を答えてください。私が。お前や、逆や、何を言ってんねん。じゃあ横向きでも結構大きいって、ちょっと大きいって。じゃあやめた方がいいで、これ配信全みんな逃げた方がいい。震度5やって、福島で震度5。大事に本当に配信やめた方がいいよなこれ、うん、ということで、うん、皆さん、あの地震が起こった、ね、身の安全を確保してどうか無事でいてください。あ、もう収まりました。収まった。あ、収まったそうです。収まったそうです。皆さん大丈夫ですか？確かに最近多いよな、みんなあのちゃんと机の下に隠れます。ぜひそうしましょう。いつももう終わります。余震かもしれん。そうね、最近多いからどこがねいつ来るかも分かれへんから、皆さん気をつけましょう。お互いに。面接終了。そう、明日インテックス大阪で、泉は10時から、うん、やったよな。10時から4時までおるけど、途中休憩とかも行ったりする感じで、何号、何館？2号館。まあ、2号館らしいです。明日来てくださる皆さん、お気をつけてよろしくお願いします。お願いします、はい、今日か、もう日付変わったから、ね、よろしくお願いします。そしてね、3月23日と3月24日の幕張メッセでの握手会とトーク会の締め切りが15日、今日のお昼12時までなので、さっき見たらなんだっけ、23日のね、トーク会と、トーク会8部と、24日の握手会6部が、残り少なくなってました。十何個とかだったので、皆さんぜひお願いします。あと、23日の握手会6部と、24日のトーク会8部、もうぜひ皆さんよろしくお願いします。誕生日プレゼントということで。嘘ではないけど。ぜひ皆さんよろしくお願いします。お昼12時までなのでよろしくお願いします。完売するといいな、はい、ぜひよろしくお願いします。24歳の中村泉もよろしくお願いします。それでは皆さん、そろそろ終わりたいと思います。たくさんお祝いの言葉やギフトも、たくさんタワーもね、その他のギフトもいっぱい、たくさんたくさんありがとうございました。明日、明日のモーターショーと16、17日のスカイ愛知スカイキスポでの握手会トーク会と18日の生誕祭、よろしくお願いします。お願いします。それではそろそろ終わりたいと思います。はい、パラネーは行くんですよね。あ、うん、18日みんな会おうで。会おうで。それじゃあおやすみなさーい。おやすみなさーい。ありがとうございました。ご無事でみんな安全を守ってくださいね。それではバイバーイ。みんな手振るんだよ。バイバーイ。おやすみ。ありがとうございます。またねー。